浜田式自動拳銃は太平洋戦争中に日本で開発された自動拳銃。本銃の発明者、浜田文治が昭和16年11月に本銃における6つの新機構の特許を出願したため浜田式拳銃と言われる。1式拳銃、2式拳銃ともに浜田式自動拳銃である。拳銃開発に重きを置いていなかった日本では重く取り回しづらい。 国産拳銃の評価は芳しくなかった。もともと日本軍将校は自前で拳銃を用意することもあって、外国の拳銃が主に使用されていた。しかし、昭和初期、戦争の機運が高まると、軍需物資の輸入調達が難しくなったのと、政治的な意図が絡み合い国産拳銃の需要が高まった。そこで、日本重機株式会社社主の浜田文治により、 設計されたのが浜田式自動拳銃である。1941年に完成し、商工用の拳銃を兼ねて市販された。当時人気のあったブローニング M1910 を参考にして開発されたため人気は高く、昭和18年末までにおよそ3000兆余りが製作、販売されたとされる。光景は32光景であり。 32ACP 弾を使用した。遊定複座による自動式で前述のブローニング M1910 と同じく撃鉄を用いないストライカー式による撃発を採用。遊定先端下部が斜めにそぎ落とされた形状で内部機構、外観ともに大きく M1910 の影響を受けている。本銃は陸軍正式には採用されなかったが一式拳銃と呼称され、 錦式拳銃の基礎となった。錦式拳銃と断層及びホルスター1942年から進められた拳銃弾の統合計画に合わせて32口径の一式拳銃から 8mm 口径に改良された浜田式自動拳銃が錦式拳銃である。軍の肝入りで始まった計画のため正式拳銃であった浜田式拳銃に対しては 陸軍第一技研小型重機担当官であった谷と検事少佐が改良の指導に当たったと言われている。グリップからトリガー周辺にかけてのレイアウトは一式拳銃と似通っているが全体的な外観は大きく変更されており、コルト M1903 やブローニングハイパワーを彷彿とさせる重厚側に重量をかけるデザインとなった。 これは8ト、mm、ル南部弾の威力に合わせた改良で、重厚の跳ね上がりは抑えられたと思われる。また遊定も大型化された。1943年昭和18年に完成した、錦式拳銃は開発中の一組名を、ハケ式と呼んだが戦局は悪化しており、製造数はごくわずかであると言われている。一説には1500兆ほどの生産があったという説も、あるが、 武装解除の折に失われたのか、現存しているものは、製造番号が2桁台に留まっており、幻の拳銃とされる。複座による自動式でストライカー式による撃発を採用している。昭和18年10月12日、仮正式を飛ばし、いきなり陸軍正式として採用された。ありがとうございます。